はい、今回はセイントセイヤネクストディメンションです。メインキャラである5人のブロンズセイントたちについてお話ししていこうと思います。本作では未来からやってきたという設定もあってか、当事者ではなく第三者の視点から前聖戦での戦いを見ているという感覚もねあるんですよね。もちろんね、彼らもストーリー上セイヤを救うために多くの強敵と戦っているのは間違いないんですが、いわゆるまあ無印のね最初のセイントセイヤの時とは立ち位置が明らかに違うのかなとは個人的には思っていますね。ちなみにね、彼らのクロスなんですが、ゴッドクロスではなく元のブロンズクロスに戻っていて、まあ沙織さん曰くゴッドクロスっていうのは幻のような存在みたいなことは言ってたんですが、でまあ元に戻ったんですが、ところどころにひびが入ったボロボロの状態であり、高い自己修復能力を持つフェニックスのクロスも例外ではないんですよね。まあ聖戦での激闘で深刻なダメージを受けているのかもしれないんですが、このようにねずーっとねそのボロボロのクロスをねまとい続けている点も新鮮に感じますね。まずはこちらからいきましょう。セイヤですね。ちなみにね、ネクストディメンションではね、この5人のブロンズセイントは、ゴールドセイントの後継者みたいな風にね、描かれているところがところどころでありますね。で、セイヤは、あんまり触れられてないけど、おそらくサジタリアスのゴールドセイントの継承者になるんじゃないのかなと思います。で、ハーデス編のクライマックスで、ハーデスの剣で貫かれてしまい、現在はその呪いで生死の境をさまよっている状況です。登場時でね、あと3日の命という危機的な状況なんだったんですよね。沙織とブロンズセイントたちはこの聖夜の命を救うために前聖戦の時代にタイムワープすることになります。これはね、さっき言ったそのハーデスの剣を亡き者にするためなんですよね。そのため聖夜の出番はほとんどなく、本作のいわゆるヒロイン的な存在とも言えますね。次にシュンですね。こちらはバルゴのゴールドセイントの後継者という風にね、言われていましたね。で、ブロンズセイントの中では最初に沙織と共に前聖戦の時代にワープしています。まあ、その後はね、主に天魔と共に行動しており、戦闘面での活躍はまあ控えめだったんですが、しっかりとサポートしてくれていた印象ですね。で、交戦した主なキャラクターなんですが、例えばエンジェルの遊撃隊長ラスクムーンや、あとペガサスの天魔、こちらね、ワープした直後にね、天魔にね、襲いかかられていたんですけれども、まあその後に和解して一緒に行動しているって感じですね。あとね、まあゴールドセイントだとアリエスのシオンとかね、タウラスのオックス、ジェミニのカイン、アベル、そしてキャンサーのデストール、まあさらにはね、ガルーダの水鏡やレオのカイザー、バルゴのシジマ、そしてライブラのドーコなどね、まあ、結構いろんなね、まあ、セイントや、まあ、スペクターとね対峙しているんですよね。ちなみにシジマとの戦いではシャカがね、アンドロメダのクロスに眠る自分の血によって残留思念として復活していました。で、シュンはね今言ったように対峙した人物非常に多いんですが、その多くはもう本格的に戦ったというよりかは小競り合い程度で終わっている、そんな感じです。4人のねブロンズセイント全員に言えることなんですが、本作では明確にね戦って勝利したっていうケースは結構少ないのかなと思いますね。強いて言うなら1期 VS ラスクムーンあたりがそのケースに当たるのでしょうか。次に一機ですね。こちらはね、レオのゴールドセイントの後継者とされていました。本作では、シュンの次に前聖戦の時代にワープしていて、比較的参戦が早かったですね。で、ブロンズセイントのメンバーの中では、まあ、これもね、いろんなね、解釈あると思うんですけど、一番活躍してたのかなとは思っています。タイムワープした直後もですね、このフェニックス一機を遮る者は敵味方関係なく倒して通るっていう風にね、意気込んでいましたね。で、教皇と交戦した際には神殺しの剣クリューソスの剣を託されていました。まあ、その際にはどう使うかはお前次第だみたいな風に言われていたんですが、丸投げされていた感もちょっとありましたね。次に
交戦したね、主なキャラクターなんですが、こちらもね、エンジェル、遊撃隊長、ラスクムーンですね。これはまあ、勝ってると言っていいのかな。で、あと、ガルーダの水鏡、ジェミニのカイン、アベル、グリフォンのフェルメール、レオのカイザー、そして教皇ですね。で、フェルメールはね、デストールと力を合わせて倒していましたね。とどめはデストールなんですけど、まあ、二人で倒したと言っていいのかもしれません。ちなみにね、本作でも例えば、水鏡とフェルメールにはね、鳳凰ゲーマ権決めているんですよね。だからこれ前にも言ったかもしれないけど、スペクターにはね、結構効果抜群かなっていうイメージはありますね、ゲーマ権ね。次に、氷河ですね。アクエリアスのゴールドセイントの後継者とされていました。で、シュンと一気に遅れて登場して、トーマから聖夜を救っていましたね。でそう、シュンと一気と比べるとね、結構後の方になっています。で、ちなみにトーマはね、聖夜を抹殺しようとしていたんですが、まあ、氷河が救ったって感じですね。で、シリウと共に全聖戦の時代へ行こうとするも、同行を断られてしまい、まあ、一時はね、一人でタイムワープしようとしていたんですが、ワープの直前にシリウと合流しています。そう、シリウもね、氷河と一緒ぐらいに結構ね、後の方に登場していますね。で、全聖戦の時代では、アクエリアスのミストリアと戦った際に、シジマからサマエルの毒に侵されてしまったサオリを託され、毒をね、解毒してもらうためにサオリを守りながらダフ球を目指していました。途中まあ、サジタリアスとかね、カプリコーンの妨害とかもあったんですけれども、で、交戦した主なキャラクターとしては、さっき言ったそのエンジェルのトーマや、アクエリアスのミストリア、カプリコンのイゾー、そしてサジタリアスのゲシュタルトなどがいますね。やっぱりね、そのシュンと一騎よりもね、登場が遅れている分ね、戦った相手っていうのはちょっと少なめになっています。次にシリウですね。ライブラのゴールドセイントの後継者です。聖夜を救うために氷河から一緒に来るように頼まれるんですが、春霊と養子昇竜のいる家庭を守るために氷河の頼みを断ってしまいます。昇竜はね、いわゆるまあ捨て子みたいな感じだったんですが、シリウがそれを保護して自分の養子に迎え入れているんですよね。しかしトーマに吸収されたのがきっかけで、彼もまた聖夜を救うために全聖戦の時代にワープします。トーマはね、だから聖夜を抹殺するどころか、結果としてこういうところで助けてしまってるんですよね。まあトーマがね、悪いやつではないのはね、ひしひしとね、伝わってきたんですけれどね。ちなみにシリウが家庭を築いていたことについては、最初ちょっと早いかなとは思ってたんだけど、ただネクストディメンションでは、聖夜たちの時代はね、1990年であるため、シリウはね、この頃ね、18歳ぐらいになってるんで、特別早いというわけでもないんですよね。登場時はね、聖夜とシュンが13歳で、氷河とシリウが14歳、一騎が15歳だったんですよ。聖夜がね、1973年生まれなんですよね。で、ネクストディメンションでは、だから聖夜とシュンが17歳で、氷河、シリュウが18歳、そして一騎が19歳ということになります。で、シリュウがね、構成した主なキャラクターとしては、エンジェルのトーマ、ライブラのドーコ、そしてスコーピオのエカルラートなどがいますね。やっぱりね、そのドーコとの指定対決っていうのは、本作でもね、かなり盛り上がる対戦の一つだったのかなと思うんですけれどもね。あとね、エカルラート戦でクロスがさらにね、破壊されて上半身裸の状態になっていますね。まあ、お約束みたいな感じなんですけれども、ただね、ドーコとの戦いでもね、自らクロスを脱いでね、ドーコにびっくりされていたんですけどね、死ぬ気かお前みたいな感じでね。で、最後こちらですね。最終シリーズシークエルではどうなるかということで、あと8話なんですけれども、現在は聖夜を除く4人がサオリと共にダフ宮に集結してオデッセウスと対峙しています。オピクスのゴールドセイントオデッセウスはほぼね、アスクレピオスに体を乗っ取られていて、アテナへの復讐を果たそうとしていたため、4人は必死に抵抗しているんですが、オデッセウスに全く歯が立たない状況ですね。まあ、4人
のね、クロスは登場時からね、言ったようにボロボロで、ゴールドセイントとも交戦しているため、万全な状態ではないかもしれないんですが、ただやっぱりね、その、オピュクスのゴールドセイントであるね、まあ、オデッセウス、強いてはアスクレピオスが強いっていうのは伝わってきますね。だからまあ、そういう展開なんですが、再びゴッドクロスなどをまとう展開はあるんでしょうかね。ただね、ここまで来たらもうずっとボロボロの状態でもいいのかなとは思っていますね。で、彼らがね、元の時代に戻るところまでね、描かれるのか注目したいんですが、戻れないっていうパターンはないと思うんだけれども、まあ、個人的にはね、聖夜が戦う展開があるのかにも注目したいですね。もしね、戦うのであれば相手はトーマということになるんでしょうか。まあ、他の漫画の話になっちゃうんだけど、例えば筋肉マン2世の究極の超人タック編でも、まあ、ケビンマスクはずっとヒロインみたいな感じだったんですが、最後の最後で復活して参戦していたんですけれどね。まあ、本作のメインミッションは今言ったようにケビンマスクの救出だったんですよ。だからそれと同じように聖夜も最後にね、活躍の場が与えられるんでしょうかね。最終話ぐらいにね、ペガサス流星剣放ってくれないかなとは思っているんですけどね。これがね、実現したら結構話題になるんじゃないかなと思っています。それこそ何十年ぶりっていうことになりますよね、多分ね。ということで、今回はこのあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。